まったく。なんということじゃ。そうて。よし。育ってくださいな。調子はどうなのです？お食事の時間ですわ。やりましたわ。
始めますわね。調子はどう？やっ。うん。いいえ。ごめん。その。よし。よし、楽勝さ。任せて。
わ。やってやる。行くぜ行くぜ。準備はできていますわ。痛いですわよ。準備ができたわ。おしまいです。やってやるか。行くぜ行くぜ。お任せあれですわ。当たって。始めるわね。消えて。やれやれ。は始めますわ。消えなさい。次のやつ出てきやがれ。すぐ片付けてやるぜ。やってやる。メイがやる。準備ができたわ。そこよ。こんなもんだろ。すぐ片付けてやるぜ。メイに任せて。どっかに消えて。やれやれ。やれやれ。
せて。我慢だよ。準備ができたわ。やってやるか。おい、なんだと。なるほど。はあ、さあね。やってやる。丸見えだ。やってみる。やるしかないの。やれやれ。丸見えだ。お任せあれですわ。やってみる。
ゃ。やらせるもんか。やってやるか。行くぜ行くぜ。準備はできていますわ。そこですわ。準備ができたわ。やってやる。始めますわね。あ、当たって。準備ができたわ。場数が違うんだよ。やったぞ。やったぜ。マルトたちのもとに聞き覚えのある人物から通信が入ってきた。
すぐ片付けてやるぜ。お任せあれ。撃て！どうだ、いけるわ。そこよ。いくらでも来やがれ。俺たちの敵じゃないぜ。やるか。準備はできていますわ。消えなさい。任せて。そこ。やってやるか。お任せあれ。ですわ。撃ちますわ。やれやれ。暴れ！よし。くらえ！やってやる。できていますわ。撃ちますわ。よし。気をつけろ。まだまだ。やってやるか。はあ、始めますわね。撃て！任せて。撃て！やってやる。お任せあれ。そこですわ。やれやれ。僕らの敵じゃないさ。誰かいるぜ。
あの、そんな、失礼しますわ。よし、行こう。やったぞ。場数が違うんだよ。
手伝わせてくださいな。よし、どうだ。鉄道王国できたよ。鉄道王国できたよ。楽勝さ。そうじゃ。
旧時代の遺跡の奥に向かったタラニスを、子供たちは慎重に遺跡の内部にタラスクスを進ませた。攻撃だ。やれやれ。そこ。お任せあれですわ。撃て。任せて。そこ。やってやる。行くぜ行くぜ。準備はできています。始末は。攻撃準備。いくらでも来やがれ。俺たちの敵じゃないぜ。お任せあれですわ。そこですわ。まだまだ。サポートは任せて。これで大丈夫だね。お任せあれですわ。準備オッケー。どっかー。いくぞー。いっぱい。
お任せあれですわ。消えなさい。準備オッケー。好きなだけだよ。サポートは任せて。始めますわね。無駄ですわ。俺に任せろ。当ててやろう。行くよ。当てるから。行くか。皆さん、お見事ですわ。行くよ。敵ですわ。準備オッケー。わあ、私の番じゃ。お任せ。そこですわ。俺に任せ。みんな注意だよ。行くぞ。なしですわ。無駄ですわ。やってやる。そこ。お任せあれですわ。消えなさい。やるか。お任せあれですわ。撃ちますわ。行くぞ。場数が違うんだよ。やったぞ。やったのです。よかった。行くのです。やったのです。なんだこれ。これ何。俺たちの敵じゃないぜ。やってやる。くらえ。始めますわね。撃ちますわ。俺に任せろ。当ててやろう。やれやれ。行くぜ行くぜ。お任せあれで。あ、当たって。準備オッケー。くらえ。やってやるか。そこ。
始めますわね。撃ちますわ。俺に任せろ。こんなもんだろ。行くのです。調子はどう？はあ、いや、何？すぐ片付けてやるぜ。違うんだよ。やりましたわ。すぐ片付けてやるぜ。
準備はできていますわ。無駄ですわ。準備は万全なのです。攻撃開始なのです。お任せあれですわ。耐えられますこと。俺に任せろ。始めるのです。準備 OK。 始めますわね。撃ちますわ。さあ攻撃開始なのです。やっぱ俺たち強いじゃん。やった。行くのです。任せてほしいのです。元気？やれやれ。
よう。よう。うん。おお。なんだ。いや。やれやれ、これでいいだろう。やってやるか。ヒーロー参上。やれやれ、終わったな。やってやる。ヒーロー参上。やれや、これでいいだろう。よし。何かしら。調子はどうなのです？いいね。僕は長男だから。
タラニスの目の前には異形の巨人が静かに佇んでいた。ジルは北総エムとハンナたちに冷酷な笑みを向ける。ハンナたちは言葉を発すること。さて、いざ前進ですわ。やったのです。前方より目標のタラニスが高速接近。まもなく射程距離に入る。もう逃げないという強い意志をタラニスから感じ取った子供たちに緊張が走った。ここで決着をつけるつもりなのだと。子供たちがタラニスに問いかけても返答はなく、その代わりに突然放たれた砲撃がタラスクスをかすめた。クソ。タラニスから映像を受信、モニターに展開する。始めるのです。はっ、始めますわね。これにかけますわ。欲しいのです。僕の手の内なのです。準備はできていますわ。ここからが勝負ですわ。始めるのです。やっ、行くぞ。やハンナ。
お任せあれですわ。攻撃準備は万全なのです。始めますわね。劣勢になったタラニスだったが、逃げる素振りはなく、さらにありったけの攻撃を仕掛けてきた。え？装が開始されると、無酸したエネルギーの粒子がタラスクスの中の一点に集まり、それは人の形を取り始める。なあ、了解。
標を固定、転送を開始する。再びタラニスからエネルギーの粒子が溢れ出た。いや、溢れ出たエネルギーの粒子が再びタラスクス内の一点に集まり、人の形へ変わろうとし始めた。やったぜ。クスを貫くように走った。タラスクスの機関部はその攻撃によって轟音を上げながら爆発した。その激しい衝撃によって集まりかけていた光の粒子は子供たちの目の前で無惨してしまった。ハンナー！ダメージコントロールは不可能。総員、退避せよ。繰り返す。総員、退避せよ。何が起きたのかわからないまま、子供たちは飛び出すようにタラスクスから脱出し、ありったけの力で遠ざかった。眩しい閃光とともに、タラスクスは大爆発を起こした。その残骸は、光の粒子となって、あたり一面に飛び散った。突然の出来事に子供たちは言葉を失い、永遠のような静寂が流れた。嘘だろ。ハンナ。子供たちが恐る恐る周りを見回したが、その視線の先に望んだ姿を捉えることはなかった。すがるような気持ちで子供たちはもはや動かないタラニスに駆け込んだ。そこで見つかったのはハンナが身につけていた上着だけであった。嘘だろ。
光線が放たれた奥の暗がりから異形の巨神が姿を現した。あ？はそうか。さて、ジルが再びベレノスの方針をタラニスに向けた時、爆散したタラスクスの光の粒子が輝き始めた。なんだと？その光の粒子がタラニスに吸い込まれるように集まっていく。タラニスは徐々に黄金の光に包まれ、形が見えなくなるほどまばゆく輝き出した。くそー、ハンナ、悔しいのです。おお、こんなことが。タラニスを包む光が収まり、その姿が少しずつあらわになった。それはタラニスともタラスクスとも似ているようで異なる、全く新たな姿の巨大戦車だった。なるほど。そう言うとベレノスはゆっくりと外に向かって動き出し、子供たちの巨大戦車を尻目に去っていった。その場に残された子供たちは大きな喪失感とともに、ただ呆然とベレノスを力なく見送ることしかできなかった。
それではまた。はあ。エレノスを手に入れたジルは次の目的地を目指していた。しかしジルの表情には目的の一つを果たした高揚感よりも苛立ちの色の方が濃く現れていた。くそ、
さーて。ジルはブリッツの自由を再び奪い、その身をソウルキャノンのエネルギーに変換させるチャンバー室へと転送させた。お願い。くそ。あなたはかわいそうな人ね。はあ、うるさい。こんな。ああ、聞くがいい。おい。いいさ。ああ、忠告だ。はよかった。新たに生まれ変わった巨大戦車の寝室で復元したブリッツがゆっくりと目を覚ました。ブリッツの周りには数人の子供たちだけが静かにその目覚めを見守っていた。心配しないで。ありがとう。お、ブリッツの問いに子供たちは答えられず、静寂の中で時折聞こえる嗚咽が全てを物語っていた。そんな、それを引き金に子供たちは咳を切ったように涙を流し、思い思いに叫び出した。うわ、
ンなのです。ハンナお姉ちゃん、嘘だよね。そんなことって、重苦しい空気の中、静かに子供たちを見守っていたマルトがブリッツに話しかけた。あのさ、わかったよ。ブリッツは謎の少年ジルが旧世界が滅びる前からタラニスの中でずっと眠っていたこと、そしてあのベレノスという兵器を探すことが目的の一つだったらしいことをバルトに説明した。ジル。マルト。でも。敵討ちのため、ジルを追うと意気込む者たち。悲しみにとらわれ動けない者たち、さまざまな反応を見せた。
やりましたわ。いかがかしら。お食事の時間ですわ。終わりましたわ。育ってくださいな。
始めますわね。撃ちますわ。始めますわ。撃て！準備はできて撃ちますわ。始めますわ。
ああ。そうですわね。
何？うん、ねえ、フフッ。